見え登場です。珍しい、やばいですね。よろしくお願いします。今から田辺あゆみさんというかっこ田辺ドラえもんさんという人が雨にも負けずを言いたいと思います。はい、田辺あゆみさん登場です。お願いします。雨にも負けず風にも負けず、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、そういうものに静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病し西に疲れた野原あれば行ってその稲の手を南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、下に喧嘩や訴訟があれば座らないからやめろと言い、やめなさい。日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもせれず、そういうものに私はなりたい。